本日も素敵なゲストの方をお呼びいたしました。コラボレーターの板谷ゆかりさんです。こんにちは。こんにちは。板谷さんっていろんなことやってらっしゃるんですけれども、はい、なんか地方創生のお仕事もされてるって聞いたんですが、はい、そうなんです。どんなことされてるんですか？好きなのは商品 の特産品の開発がすごい好きです。地方の、ね、特産品を開発する、はい、そうなんです、はい、それもコラボレーターのお仕事なんですか？はい。どんな風に開発してたんでしょう？私はですね、試食担当なんですね。試食担当、はい、奈良県の東吉野村というところがありまして、うん、JR の奈良駅からも2時間以上かかる秘境でして、ニホンオオカミが最後に発見された場所で、すごいとこですね。石があります。そういう山の中なので、うん、鹿が多いんですよ。はい、奈良ですしね、うん、で鹿が多くて。そっか、奈良ですもんね、はいはい、でも鹿がね、こう農作物を食べてしまう、でそこで育たないので、こう農家の人とかいろんな人たちに現金収入を得てほしいということで、村長が立ち上がって、はいはい、各家庭に柚子の木を10本あげます。なんか素敵な村長さん。それで10本あげて、はい、無農薬の柚子がなったら、そこに加工場と道の駅を作るから、そこの加工所で柚子を買い取りますよっていうふうに言ったんですね。すごいいい企画者です。すごい村長さん。その柚子は、はい、日吉の里という道の駅を作って、日吉柚子と名付けて、その商品をね、ヒット商品を作らない。村の人たちができた無農薬の柚子をね、どんどん買ってるので、どんどんヒット商品を生み出さないといけないんですよ。柚子のヒット商品。そう、柚子のヒット商品、ね、はい、まあ、だから例えば柚子のジャムを作るとか、まあ、そういうことです。初めはね、クッキーを作ったりとか、柚子入りのクッキー。そう、柚子クッキー。柚子クッキー、美味しそうじゃないですか。美味しいですよ。パッケージとかが大事じゃないですか。そうなんです。例えばそのパッケージが変わることで商品がすごく売れたりするから、パッケージのデザインとかもしなきゃいけないじゃないですか。そうなんです。やってます。やっぱりパッケージのデザインとか、あとふるさと納税の返礼品にするためのパック、あ、何千円分とかね、何を入れるかとか、あとその紙袋とか、そういったデザイン必要ですね。デザイナーさんとつなぐってことですね。そうです、デザイナーさんとつなぐとか、デザイナーさんとつないでも裏の方たちもなかなか大変だったりするので、こちらでプロジェクトのマネジメントをさせていただくっていうふうにしています。でもお困りの地方自治体の皆様、商品は開発したんだけど売り下げがないとか、そうですね、商品を、何の商品を開発したらいいかがもっと手前でわからないとか、だってほら今たくさんね特産品はあるわけだから、そうなんです、っていうか特徴があるじゃないですかね、はい、だからそういう方ぜひ板谷さんにご連絡くださいね、はい、商品化売るところまでやっていただけるそうです。はい、IT 系のお仕事もされるの？しますよ。分かる方をつないでくれる。はい、分かる方も、はい、つなぎます。技術者もちょっとなんかコラボレーターってお仕事が分かってきたかも。本当ですか、嬉しい。できないことを抱えた時に板谷さんの顔が出てくればいいんでしょ。そしたら板谷さんに言えばいいですね。そうです ねよろしいですか、ね、はい、大丈夫です。大丈夫ですか、はい、はい、ということで今日はコラボレーターというお仕事の板谷ゆかりさんをお呼びしました。はい、ありがとうございました。